モラビア王国の紋章20世紀末のチェコの国土に重ね合わせたモラビアの一日のボーヘミア、北東のシレジアと接するモラビア王国の旗モラビアはチェコ共和国東部の地方。チェコ語ではモラバ、ドイツ語ではメーレンと呼ばれる。面積は約2万6千平方キロメートル。モラビアはドナウ川の支流であるモラバ川とそれに注ぐ河川の流域の一体である。 北西のボヘミア・モラビアコーチがボヘミアとの南東の小カルパティア山脈、白カルパティア山脈、やボルニーキ山脈がスロバキアとの境界になっている。モラバ川とオドラ川の源流が位置する谷はオドラモラバ回廊と呼ばれ、ボヘミアとスロバキアを分断している。モラバ川とオドラ川の下国を通るモラバの門は古来から南のアドリア海とオーストリア、 北のポーランドとバルト海を結ぶ交易路となっていた。北海で採取された琥珀は、モラバの門を通して地中海に運ばれ、琥珀の道の名前で呼ばれていた。モラビア南部からスロバキアにかけての平地には、ステップイコールヒース群落が広がっていたが、人間の開発によって様相は大きく変化している。降水量の少ない低地にはチェルノーゼムが分布する。モラビアには、 ボヘミアのプラハのような中心都市は現れなかったが、チェコ共和国では、ブルノがプラハに次ぐ第二の都市として発展している。ブルノの街並みオロモーツの生産密体柱チェコの住民と地方は、文化によっていくつかに区分され、モラビアの中にモラキア、バラキア、ハナー、スロバキアといった地方名がある。大モラビア王国の支配領域1928年までの、 チェコスロバキア共和国の地域区分期元前14世紀から紀元前13世紀にかけて東ヨーロッパに広がっていた農耕牧畜文化のラウジッツ文化圏にはモラビアも含まれていた。紀元前5世紀頃にラウジッツ文化は消滅するがその原因として遊牧民族のスキタイ人の侵入が挙げられており、モラビアでも破壊されたラウジッツ文化の要塞の跡とスキタイ人の墓が 発見されている。紀元前1世紀半ばのモラビアにはケルト人が居住していた。やがてケルト人を圧迫したゲルマン人が定住し、6世紀にはスラブ系民族が入植した。考古学的資料からは5世紀にすでにスラブ人がモラビアに居住していたと推定されている。7世紀前半、アバール人に服従していたモラビアのスラブ人は、 ボヘミアのスラブ人、パンノニアのスロベニア人と共に、フランク人商人のサモの反乱に参加し、王国を建てる。サモの王国は領土をラウジッツ地方に拡大するが、六百五十八年にサモが没した後、アバール人によって滅ぼされた。アバール人の国家が崩壊した後、9世紀にモラバ川流域に拠点を置く豪族のモイミールと、彼の一族に率いられたモラビア人は、 勢力を拡大し、国家としての形式を備えるようになっていた。チェコ、スロバキアを中心とするモラビア王国の最大半とは、ポーランド、ハンガリー、オーストリアの一部を含み、モラビア地方と区別するために、オーモラビア王国の名前で呼ばれることもある。東フランク王国やイタリアのキリスト教聖職者が、モラビアで布教活動を行っていたが、それぞれの教える内容が異なり、 混乱を収めるために、モラビアコーラスチスラフは、ビザンツ帝国に宣教師の派遣を要請した。要請に応じて、テッサロニキの修道士キリロスとメトディオスの兄弟が派遣され、グラゴール文字を用いた布教、聖職者の育成が行われた。885年にメトディオスが没した後、彼が育てた弟子は追放され、教会組織も崩壊する。九世紀後半、 東方に居住していた遊牧民族マジャール人がブルガリアの攻撃を受けてパンノニア盆地に移り901年にモラビア王国は東フランク王国と反マジャールの同盟を締結する902年から906年頃にかけて行われたマジャール人の攻撃はモラビア王国に大打撃を与え王国は崩壊した20世紀前半まで モラビア王国の存在は文書資料でしか確認できなかったが、第二次世界大戦後に実施された発掘調査によって、モラバ川沿いの遺跡が多く発見され、有力な国家の実在が立証された。モラビア王国が崩壊した後、モラビアはボヘミアのプシェミスル町の支配を受け、1029年頃にボヘミア王国に編入される。1063年にオロモーツに、 司教座が設置され、オロモーツ司教は各地に拡挙する皇族のまとめ役となった。1182年に新生ローマ皇帝フリードリヒ一世は、モラビアを辺境白領に昇格させ、ボヘミア丘、プシセミスル家の人間が辺境白となった。1187年にオロモーツが辺境白領の首都に定められ、1350年からはブルノと首都機能を分け合った。 また、12世紀から13世紀にかけては、ボヘミアと同様に、ドイツ人による東方植民が盛んに行われ、主工業、鉱山業が発達した。1526年のモハーチの戦いで、ハンガリー・ボヘミア王ライオシュニセが廃止した後、モラビアは、ボヘミア、ハンガリーと同様に、ハプスブルク家の支配下に組み入れられる。ハプスブルク家が、 モラビアで敷いた強い中央集権化政策は、ボヘミアとの地域的、民族的一体性を薄め、ハプスブルク家の本拠地であるウィーンとの関係を深めた。1620年のビーラーホラの戦いではモラビアは、反ハプスブルク放棄への参加を躊躇するが、ボヘミア軍の力を背景とするクーデターによって、反乱への参加を決定した。30年戦争において、 1642年から1650年にかけてオロモーツがスウェーデンに占領されたためモラビアの首都はブルノに移される。1918年にチェコスロバキア共和国がオーストリアから独立した際モラビアはチェコスロバキアの一地方となる。1939年のチェコスロバキア解体によりモラビアはボヘミアと共にドイツの保護領が 連邦議会選で全体の約9%、チェコ国民評議会選では全体の約10%の票を獲得した。しかし、有能な指導者を書く HSDSMS は政治的失敗を繰り返し、モラビアの住民の支持を失った。1993年のチェコスロバキアの解体後、モラビアはチェコ共和国に属する。モラビアの言語、民族は チェコと区別されることはないが、少なくとも19世紀までは、モラビアの住民は自分たちは、チェコ人ではなく、モラビア人であると認識していた。モラビアは、ボヘミアと同じくセイバーツラフの王冠に帰属する土地とされ、ボヘミアと強いつながりを持つようになるが、ハプスブルク家の支配下では特に都市部で、ドイツ的な性格が強まっていった。19世紀前半のモラビアの住民は、 漠然とした形で、モラビアへの帰属意識を持ち、自らは、チェコ人ではなく、モラビア人であり、モラビア語を話すと考えていた。19世紀のチェコ民族覚醒期には、モラビア辺境白領の独自性が唱えられたが、民族覚醒運動の中でも、モラビア民族は形成されなかった。モラビアの各地方には異なる方言と習俗が存在し、 明確なモラビア性が定義されることはなかった。モラビアに独自の拠点を持たないスラブ系知識人はプラハをよりどころとするようになり、その結果モラビアはボヘミアの民族運動の影響を大きく受ける。一部のモラビアの愛国主義者はモラビア語、モラビア民族の形成を主張するが、プラハの知識人から厳しい批判を受け、彼らの試みは失敗に終わった。 19世紀後半から20世紀にかけての期間、モラビアのスラブ系住民は、チェコ人としてのアイデンティティを受け入れ始めるが、彼らがもともと持っていた、モラビア人としての意識は、完全に失われることはなかった。モラビア北部の森林地帯は、林業の中心となっており、中央低地では小麦、アマ、ビート、南部では、ライム麦が栽培されている。また、モラビア南部は、 ワインの産地として知られている。モラビアの工業は、モラバ川とオドラ川流域に集中している。オストラバを中心とする北部地域では、豊富に産出される石炭と鉄鉱石を利用した鉄鉱業が発達し、チェコ国内で最も多くの鉄鉱が生産される地域となっている。オロモーツ、プロスチェイオフ、プシェルフを中心とする中部モラビア工業地区のほか、 成果で知られる、ズリーン。機械、羊毛、木工、食品化工業が活発なブルノを中心とする、工業地区が広がる。民謡、慣習、食文化などのモラビアの文化は、ボヘミアとスロバキアの中間に位置する。モラビアの農業地帯である、花輪地方は、民族衣装、独特の方言で知られている。モラビア東部からスロバキアにかけての地域は、 独特の民族音楽が保存された地域として知られており、モラビアの音楽には、ハンガリー音楽の要素も見受けられる。独特の音楽は、モラビア出身のレオシュ、ヤナーチェク、ビーチェスラフノバーク、アロイス・ハーバラの関心を引きつけた。19世紀には、スシルによって民謡の歌詞、音符を記録した、メーレン民衆歌謡が発表された。ありがとうございます。